辰吉ヨ一郎は、日本のプロボクサー。岡山県倉敷市出身。倉敷市立味の中学校出身。大阪定県事務所属。第50代日本バンタム級、元 WBC 世界バンタム級王者。愛称は、何話の城。入場局は、死亡遊戯、メインテーマ。マネジメントは株式会社トリックスター所属。基地の正確な表記は、 である。また、竹の正確な表記は、であり、右上に点がある。生後感もなく両親が離婚。その後、ボクシングファンであった父、久米にの男で一つで育てられ、幼少時よりボクシングを仕込まれた。中学校時代の担任教諭の勧めで、中学卒業と同時にボクサーを目指して、大阪帝県事務に入門した。久米には達吉に、 ボクシングの稽古をつけていた時に構える手の高さは胸の前あたりの方が相手全体を見渡したり攻撃をかわしたりしやすくまた喧嘩の相手を掴んだり狂気を奪ったりしやすいと教えた。達吉の無意識にガードを下げる癖はそこに由来すると考えられる。達義自身の解釈は喧嘩では相手がオーソドックスの場合に右足で蹴ってくる場合が多く 左手を下げておくことで蹴りを払い、右手でパンチを繰り出すことができるからだと、映画、ボクサー城・上で語っている。サウナや、立ち食いうどんや、かまぼこ屋などでバイトをしながら、ボクシングに打ち込んでいた。1987年、17歳で全日本、社会人選手権バンタム級優勝。ソウルオリンピックの有力候補だったが、体調不良により、予選で敗退した。 この後、諸事情により、ジムを離れて半ば放浪同然の生活を送ったが、後の専属トレーナー大久保純一が主催するジムでのトレーニングを経て、大阪帝拳に復帰。天で数試合をこなした後、プロ転校する。この頃から、達吉の試合記事は、関西地区のスポーツ新聞に写真入りで報じられており、その才能は、早くから注目の的だった。 アマチュア通算成績は19戦18勝1敗。3ラウンドしかなく、ヘッドギアをつけて試合をするアマチュアの試合は、ほとんどが判定で勝敗が決まるが、すべての勝ち星をコア RSC で決めるなど、当時からその強さは、際立っていた。1989年9月29日、プロデビュー。韓国の国内ランカー最を務むを2回後に下す。 達吉の全評判は高く、日本人ランカーすべてにオファーを出したが拒否された。1990年6月28日、3戦目。WBC インターナショナルバンタム級王者、サムエル・デューランとノンタイトル戦を行い、7回小勝ち。同年9月11日、4戦目で、日本王座初挑戦。日本バンタム級王者。 岡部茂を4回戸に下し、王座獲得に成功。4戦目での日本王座獲得は、ジェームス・キャラハン、友信・ナプニ、平中・ア信と並ぶ最短対記録である。試合後のインタビューでは、この試合は、通過点と、世界王座へのこだわりを見せた。1991年2月17日、6戦目。 WBA 世界バンタム級7位のアブラハム・トーレスとノンタイトル10回戦を行い、引き分け。トーレスのジャブに最後まで苦しみ、達吉が負けていたとの声が出るほどの大苦戦。当初、この試合の後、国内最短となる7戦目で、世界挑戦を予定していた達吉・ジミエだったが、トーレス戦での苦戦を目の当たりにし、もう一試合ノンタイトル戦を挟むこととなる。 1991年5月19日、WBA 世界ジュニアバンタム級2位のレイ・パッショネスとバンタム級で対戦。アウトボックスで相手を翻弄し、10回判定勝ち。辰吉のフットワークとジャブを駆使して、相手を寄せ付けずにアウトボクシングした試合を評価する、声が多かったが、当の本人は、こできなかった、悔しさからリング上で涙をこぼす。 1991年9月19日、世界初挑戦。WBC 世界バンタム級王者グレグリチャードソンに挑む。アマで275戦、プロで33戦のキャリアを誇る王者相手に終始、優位に試合を進め、10回終了 TKO 勝ち。愚子圏洋行、井岡広樹を抜いて、国内最短新記録となる8戦目で、 世界王座ダッシュに成功した。平成デビューのボクサーとして、初の世界タイトル獲得でもある。しかし、同年12月、左目の異常を訴え、大阪市内の病院で検査。結果、網膜劣行の診断を受け、そのまま入院、手術。そのため、翌1992年2月6日に予定されていた、初防衛戦は中止となり、 長期間の休養を強いられることとなる。1992年9月17日、王座ダッシュから、丸1年後の初防衛戦。休養中に、WBC 世界バンタム級暫定王座に就いた、ビクトルラバナレスと統一戦を戦うが、9回、TKO に敗れ王座貫落。プロ初黒星を喫した。負けたら、引退と公言していたため、 試合を継続することにに挑むことになっていたが、ヘンが5月の初防衛戦で左手を骨折。そのため、同級暫定王座決定戦としてラバナレスと再戦。フルラウンドにわたる、死闘の末、僅差ながら判定勝ち、10ヶ月前の雪辱を果たした。その後、11月25日に、正規王者、ヘンとの統一戦が組まれたが、それに向けて、 トレーニングを重ねていた9月、再び左目の異常を訴える。検査の結果、今度は、網膜剥離が判明。日本ボクシングコミッションルールにより試合ができない身となり、事実上引退の危機に。手術は、無事に成功。退院後、現役続行の意思を表明し、その道を模索することとなる。その結果、定件プロモーション会長、本田昭彦等の尽力もあり、 1994年7月2日、JBC 管轄外のハワイで復帰戦を強行。WBC 世界バンタム級14位のホセヒノ、スワレスを3回戸に下す。リングに上がった時点で、プロボクサーとして活動可能な健康状態を取り戻したことに伴い WBC から返上していた暫定王座を再び与えられた。JBC も特例で、 達吉の現役続行を許可。現役続行が許可されたことで、同年12月4日、名古屋市総合体育館、レインボーホールで、WBC 世界バンタム級正規王者、薬師寺安英との統一戦が実現。この試合は、彼のキャリアの中でも、最大の注目を集め、圧倒的優位を予想されたが、フルラウンドにわたる、死闘の末、 12回判定負けを喫死し暫定王座から、陥落。現役続行の条件として、統一戦に敗れた場合は即座に、引退が掲げられていたため、再度引退の危機に立たされる。この時の敗因は、後のインタビューによると、1ラウンド序盤に放った、左ストレートが、薬師寺の頭部付近に当たった際、骨折。以降なかなか左が出なくなり、 セコンドから左を出すように言われても、骨折れて、出んのじゃボケ。と思うほどの状態で試合を続行したためという。しかし、ここでも引退を拒否。1995年、米国、ラスベガスで、ノンタイトル戦2試合を強行。ついに JBC も折れ、辰吉は、世界戦に限り国内で試合を行えることとなった。1996年3月3日。 二階級制覇を目指し、WBC 世界、ジュニアフェザー級王者ダニエル・サラゴサに挑戦。しかし、初回からほぼ一方的に打ち込まれ、11回負傷 TK を負け。この試合ではストップがかかった後も、なんでや、まだ俺は元気やないかと抗議し、場内の声も、レフェリー、なんで止めるんやとは飽き起こったが、試合後に、達吉は、土下座し、 ファンに謝るしかないでしょう。僕のような賞もない人間のために一生懸命演してくれて、皆さん僕のこと死んでくれと思ってるでしょうね。いっそ自分もしたいと、試合後の記者会見でつぶやいた。翌1997年4月14日、再度サラゴサに挑むがここでも12回判定で完敗もはや世界大阪へリザキは無理という声も聞かれるようになった。 同年11月22日、通算5度目の世界挑戦。元のバンタム級に戻し、WBC 世界同級王者のシリモンコン、ナコントンパークビューに挑む。5回に、王者からダウンを奪ったものの、6回以降は、王者の、捨て身とも言える反撃で、あわや逆転小負けというところまで追い詰められる。しかし、7回、左ボディブローで2度目のダウンを奪う。 辛くも立ち上がった王者を連打で追撃し、レフェリーストップ。この瞬間、約5年ぶりの世界王座帰りきを果たした。その後、WBC 世界バンタム級4位、ホセラファエル・ソーサ、同一位、ポリー・アヤラの挑戦を尻け2度の王座防衛に、成功。1998年12月29日、3度目の、防衛戦。 元 WBA 世界バンタム級王者でもあるウィラポン、ナコンルアンプロモーションと対戦。序盤は様子を見ていたウィラポンだったが、回が進むにつれ次第にペースアップ。そして、迎えた6回、挑戦者の左をまともに浴び、プロ2000名以来のダウン。辛くも立ち上がったものの、挑戦者の激しい追撃に襲われる。そして、何発もパンチを浴び。 最後は挑戦者の右ストレートを左の米紙に受け、仰向けに崩れ落ちた。ノーカウントで試合をストップされ、完全失神庫。三度目の世界王座陥落。王座陥落後の1999年に1月、父が高い。1999年8月29日、王者、挑戦者の立場を入れ替えてのウィラポンとの再戦。 開始当初から一方的に打ち込まれ、最後は7回、レフェリーストップによる TKO 負けで雪辱ならず、試合後、普通のおとっさんに戻りますと、現役引退を表明した。しかし、日増しに、現役続行への思いが強まり、後に引退表明を撤回。復帰へ向けて指導するも、周囲の反対もあり、再起まで3年以上もの期間を要する。 2002年12月15日、実に3年4ヶ月ぶりの復帰戦。元 WBA フライ級王者の千円層プルンチットを相手に復帰戦を行い、7回 TKO 勝ちを収めた。2003年9月26日、復帰第2戦で、フリオセサール・アビラと対戦し、10回判定勝ちを収めるも、その後は負傷した左足の回復が思わしくなく、 再び長いブランクに入った。その後、所属する大阪定県事務から試合を組む意思がないことを再三にわたって告げられたものの、本人は引退を拒否。あくまで現役続行にこだわり続ける。2008年9月26日、直近の試合から5年が経過。JBC の規定により、引退選手扱いとなり、国内では試合を行うことができなくなった。 しかし、本人は、海外に渡ってでも試合をすると、あくまで現役続行にこだわりを見せる。そして、同年10月26日、タイバン国のラジャダムナンスタジアムで復帰戦を強行。地元の新鋭パランチャイチュワタナに2回 TKO 勝ちを収め、5年ぶりの再起を果たしたものの、この試合に関して JBC は、試合から1週間後の11月2日、 対チワタナジムの案も、会長と対談し、JBC ライセンス保持者以外の試合禁止を要請。12月、対国内ランキングでバンタム級1位にランクイン。同28日、ライセンス執行後初めて JBC と対談。JBC 側は、大阪定県ジムが国内での試合も禁止したいとの意向を持っていると説明をしたほか、 WBC と提携している米国の医療機関の専門的な検査を受けるように提案。それに対し、達吉は5年も試合をしてなかったので、今はどんどん試合をして、コンディションを上げていくことが大事。検査の意味はわかるけど、決断することはできないと、あくまで現役続行にこだわる姿勢を見せた。2009年3月8日。 前戦と同じラジャダムナンスタジアムにおいて、復帰第2戦。スーパーバンタム級の対国内ランキング1位サーカイジョッキージムと対戦するも、3回にダウンを奪われた。末の7回 TKO 負け。世界戦以外の試合での初黒星を喫した。試合終了後、達吉は、俺は、まだ終わっとらんと、あくまで現役に関わり、 今後もリングに上がり続けることを表明しているが、この試合以降、次前開催の目処は立っていない。2020年現在でも、達吉本人は現役に関わり、トレーニングを欠かしていないという。2015年には、次男、達吉樹域が大阪定験事務からプロボクサーとしてデビューした。2003年9月以降、2008年10月の、 大国における復帰試合に至るまでの5年余りもの間、達吉は全く試合を行っていなかった。戦術のように長期ブランクを経て海外で復帰を果たしたものの、日本におけるプロボクシング工業に出場するため必要な JBC の発給するボクサーライセンスは更新、保持しないままの復帰劇であり、また工術のように今後の更新、再取得のめどは、 立っていない。辰吉は2007年5月に37歳になったことで JBC ルールに基づく強制引退の対象となった。しかし辰吉は WBC 世界バンタム級、日本バンタム級の元王者であるため特例措置として直前の試合から5年以内に再起すれば厳しい条件付けながら日本国内での現役続行が可能であった。 とはいえ前述した通り、達吉は、網膜剥離の起用者であるために、当時の規則に乗っ取れば、世界戦、またはそれに準ずる試合でしか国内での選手活動は、不可能であった。また、当時所属先であった、大阪定権事務をはじめとする関係者はそもそも、達吉の現役続行に難色を示していたため、実際に、特例措置の申請と試合実施は実現しなかった。 そして2008年9月25日に、上記特例期間が終了したため、達吉は事実上国内での試合出場が不可能となった。ただし現在でも、かつて網膜剥離で、JBC のライセンスを執行していた頃、あるいは戦術の大国での試合出場と同様に、外国のコミッションでライセンスを申請し、日本以外の各地で試合に出場することは可能である。 とはいえ戦術の通りすでに JBC ルールに基づく強制引退選手の対象となっていることに加え JBC が2008年に復帰した後の達吉の試合内容を鑑みてタイのコミッションやプロモーターに達吉に試合をさせないよう求めていることその影響もあって海外でも調整試合がマッチメイクできず10年をはるかに超えるブランクを余儀なくされていることなどから 今後の試合出場が実現する見込みは極めて厳しい状況にある。ありがとうございます。